最大3日までは申請してもらえればどこでも行ってきていいよと。本当に人生1回ぐらいのイベントだと思うんで、ぜひ行ってもらいたいなっていう。はい、じゃあリバースチャンネル始めていきます。今日はですね、人事の武田先生とですね、リバースの福利厚生についてちょっといろいろとですね話していければなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。人事の武田です。よろしくお願いします。リバースの福利厚生いろいろあると思うんだけれども、どれぐらいなんだっけ。すごく細かく言うと、ざっと30近く。30個ものすごい多いと思いますよ。いろんな手当てだったりとか、こういうの使っていいよとか、いろいろある。いや、ありますね。やっぱり会社としても、スタッフ一人一人が、やっぱり働きやすい状態を少しでも作ってあげたいっていう気持ちがやっぱり大きいので、それがまあ結果として、まあ個数として出てるんじゃないかなと思います、ね。あとはスタッフからね、こういうの欲しいです、ああいうの欲しいですっていう意見、いろいろね、取り入れて、いろんな福利厚生が生まれたんで、今日はね、その福利厚生をより細かく説明できればなと思うんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。じゃあまずどんなのがあるか簡単に言ってみてもらっていい。まず交通費とか保険系ですよね、うん、社会保険だったりとか労災保険だったり、うん、雇用保険だったりとか、そういった保険ですね、まあ施術者保険だったり、うん、そういったところと、あとはやっぱ女性の働きやすさっていうところで産休だったりとか、うん、育休の休暇ですね。あとは面白いのがハネムーン休暇、いろんな要望を集めてっていうところで作った休暇なんですけど、これ3日間取得させていただけるっていうことですね、うん、3日っていうのはちょっと違くて、ハネムーンでどっかね旅行に行きたいよと、国内でも国外でも行きたいってなった時に、最大3日までは申請してもらえればどこでも行ってきていいよと。例えば海外旅行行きたいってなった時に3日間じゃ当然行けないわけ で、うん、で1週間ぐらいとか10日間とか行きたいってなった時は、3日にプラスアルファ有給を添えて取ってもいいよという形で許可を出していると。もともとはそのね、ハネムーンって休みを取りたいってなっても一日も取れなかった、全部自分で有給使って行かなきゃいけなかったっていうところから、やっぱり要望があって、どうしても行きたいですよということで、最大3日無料でプレゼントします。本当に人生1回ぐらいのイベントだと思うんで、ぜひ行ってもらいたいなっていう。他はあとはやっぱり健康診断とか。健康診断って意外とねなかったりするよね。そうですね、スタッフの健康っていうのも本当に大事に考えてほしいなと思ってるんで、うん、ここはやっぱり必ず行ってもらって、うん、必ず健康診断受けて、はい、そうですね、体調がどうだと。あとは家賃手当っていうところですね、うん、家賃手当に関してはうちでは交通費が出ない人に関しては家賃手当という形で支給させていただいているというところですね、うん、大きいのが都内手当じゃないですかね、うん、以前動画でもあったと思うんですけれども、やっぱり東京都に住んでいる人に関しては2万円補助させていただいているというところで、ね、家賃上がってきてるからね。上がってますね、うん、普通に東京で一人暮らししようってなったら平気で10万とかかかってきちゃうケースも増えてきてるからね。そうですね、ワンルームでもやっぱり8万9万ぐらいはあったりするんで、本当にありがたいと思ってますね、うん、今その家賃のお話とかもあったと思うんですけど、スタッフだとインド近くに引っ越したいなとかあると思うんで、引っ越しの手当があるんで、まあ、そういうのを使っていただいて、これに関しては引っ越し費用全部が出るっていうよりかは引っ越しにかかるところを10万円までは補助させていただいているというところで、徒歩で通える距離だったりとか自転車とかで通える距離っていうところでありますけれども、引っ越しの手当があったりっていうところで結構ありがたいところで支給させていただいてます、うん、あとはあれね、新卒で上京していきたいっていう子に対しても引っ越したりね。そうですね、地方からは来ていただける方も多いので、そういったところで使わせてもらってますね。であとは交際費ですね、毎月院のメンバーとご飯行ったり、まあ、飲みに行ったりっていう形で、院の人数にもよるんですけれども規定があって、毎月ご飯行っといでっていう形で支給させていただいてますね、うん、みんなで飲み行くとかね、みんなでランチするとか、いろんなものに使える。もう本当にありがたいですね。やっぱ大体行くと熱い話になるんで、もう次の日からやっぱりみんなで目標を据えてやったんぞという形でいい時間を過ごさせてもらってますね、うん、あとは誕生日お祝いですね。これね結構大事だよね。毎年ですね、スタッフの誕生日にみんなでお祝いしていくという形で、誕生日って年に1回の自分の唯一人だと思うので、うん、やっぱりそれをみんなでお祝いするっていうのはすごいんじゃないかなと思います。誕生日に必ず院のメンバーでお昼か夜かにケーキ買ってきて、でみんなでケーキをね食べるっていうイベントがあって、社内の SNS に必ずみんな投稿して、今日この人誕生日なんだおめでとうって形でみんなでこうで祝い合うみたいなね、あれ意外と嬉しいよね、みんながコメントくれるからね。コメントすごい量になるんで、うん、すごい嬉しいですよね、うん、社内みんなにこう、うん、どうっていうところがありがたいな、うん、社員がさもう今500人近いじゃん、すごいっすね。ってことはさ毎日誕生日じゃん、だいたい毎日頻度で稼いで1日2件3件とか来ますよね、嬉しいかね。そうですね、面白いのがこの人と同じ誕生日だったんだ。そうそうそう、そういうのもなんか発見があって面白いものになってかなと思います、うん、あとはもうシャワリのところもうちではあるんじゃないかなと思ってます。
ね、例えばこうフィットネスもそうですし、あとは代わりっていう形で自分の家族だったりとかそういった人たちにも価格が少し安くなった状態で治療を受けていただきやすくなってっていうところもあったりするので、結構シャワーっていうのもやっぱり大きいところなんですよね、思いますね。でスタッフがさ産休とか行ってみやってて産後の妻矯正受けたりとかさ、これ特権ですよ ねそういうのも含めてシャワーリっていうところではキリがないぐらいですね、物販とかも含めてなんですけども、そういったところで結構会社に感謝をしているっていうところですね。あとは制服支給、これ意外と大きいんじゃないですかね。入社したら2着支給されて、生まれ3年ですね経ったら制服が1着支給していただいてというところで、結構やっぱり自分で用意するっていうところが多かったりするんじゃないかなと思うんですけど、制服の支給があったり、あとは商用ですね、これも社内規定ありっていう形ですが、毎年年2回出させていただいているというところですね。2回あるのってこの業界ないんじゃないかな、調べてもあんまりないですよね。できる限りやっぱりこういってね、一般の大手企業バリのさ福利厚生給与とかの設定にさどん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 改良していって業界をねリードしていきたいみたいな思いがあるから、商用とかっていうのねどん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 これからもっと増やしていきたいしさ、給与のベースも上げていきたいなと思ってるね。自分が入社した時も商用はなかった時なので、特に自分たちもあればいいなと思ってこう頑張ってたところもあったので、結構スタッフからも本当に嬉しいっていう声をいただいてるんじゃないかなと思います。結構嬉しいんだよね。ボーナスもともとなくて、当時ね3年目か4年目ぐらいの時にボーナスをちょっと出したいみたいなカフェで現段を空港に入れてスッて渡されたことがあってさ、あれが俺のボーナスの始まりだと思ってさ嬉しかったよ。そうですね、そこから社員が一気に増えて、そう一気に店舗も増えて、これがねやっぱりスタッフみんなが味わえるようにさなんかしていきたいなと思ってさ、どん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 会社も大きくしていって規模も大きくしていってそういった形でこうどんどん還元できればなと思います。あとは大きいところで言えば、こちらの MSA あるじゃないですか、MSA のスクールの費用を賄っていただいているっていうところが大きいんじゃないかな。そうだね、メディカル生態アカデミーって言って、まあ、高田馬場の日本語があるんですけども、その生態のスクール、学校で授業を受けるみたいな形で、社内入社してもそこからどん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 学べる時間っていうのを学級プレゼントしていて、その学校に入社しながら入れると。でその費用に関しても本来であれば年間数百万とかかかるところが基本的に無料で受けれるような形で組んでると。これもかなり喜ばれてる。そうですね、やっぱりそのお仕事の時間の中でそこに行って技術をしっかり学んで午後に現場に行ってアウトプットして次の日にまたスクールでできたことできなかったことをしっかり整理してまたインプットしてっていうのをひたすら繰り返すので、やっぱり成長率はめちゃくちゃ高いと思うんですよ。そこが研修っていうところもそうですし、教育っていうところでうちの強さだと思ってるので、だから本当にその入社してから半年ぐらいでこんなに教えてくれるとこ初めて聞きましたってもう 100% に言われるんですよね、スタッフほぼ 100% 言われる。不安な状態で現場に出るっていうのは結構やっぱスタッフとしては苦しいと、いくらテストを受かったとしてもやっぱりあると思うんで、会社のさ理念にもあるようにいい治療が育てたいと、要は教育が会社のテーマになってるわけだから、そこはねやっぱりこういった部分の福利厚生をどんどん充実させていくっていうのはやりたいことかな。その学ぶっていうところでいくと、論文手当もありますよね。論文手当も面白いね。あれ面白いですね。これやってる企業多分ゼロだと思ってて、会社の思いがありがたいなっていうのが当時僕の中でも抱いていて、最初手当っていうの出ますって聞いたのがすごいなって思ったのは、やっぱり我々って常に学び続ける職種っていうところがあると思うんですけど、やっぱりその中でもやっぱ会社側からどん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 スタッフには学んでほしいっていう思いもあって、英語の論文を和訳して自分の勉強にしつつ、そこから上げた数だけマックス5000円までという形ですけど、お手当としていただけるっていうのはやっぱ勉強しながら手当てが出るっていうのを頭上げたなというのがすごい印象に残ってますね。補足すると、要はこの業界って論文から何かを得るとか学ぶっていう文化がほぼない。特に整骨院とか整体院とかっていうのは感覚であったりとか師匠さんが言ったことみたいな形で学びがちなんだけれども、そこに対してのエビデンスはどうなったとか、じゃあ論文ベースで考えた時にこれ有効なのか否かみたいなところも、それは全てじゃないんだけれども、その論文から知識を蓄えるっていうのも技術者としてのスキルアップの一つだと思ってて、論文って、まあ、日本の論文もある、日本語論文もあるんだけども、英字論文っていうのが基本的な世界のね基準になっていると。じゃあその英字論文を、英字論文のサイトがあるんでね、そこからじゃあ今日はこのトリガーポイント療法に対しての論文を要約してみたいなみたいな時に検索してる、そこから和訳して、和訳とかのスキルも全部組んであるので簡単にできるようになると。
その和訳されたやつを論文でうんちゃらないじゃん。全部読み解く必要は本来あるんだけど、まずはそこにどういうことが書かれているのかっていうのを簡単に要約する必要がある。その方が、まあ、知識として入れやすいよね。でそれを論文要約サイトっていうのをリバースでは運営しているので、その論文サイトに載っけるために要約して、で提出すると。でこれをやるとなんと給料がもらえる。すごいですよね。そういうことですね。やっぱこう自分で調べて要約してこうやっていくことによって、やっぱ信頼性っていうところで、やっぱ医学的根拠を用いた上でやってるんで、そういったところもやっぱり治療に生かされてるんじゃないかなと思うと、これみんな見れるんですよね。これはね、結構革命というか、この業界においてすごい必要なものかなと思ってて、やっぱりこのどんな施術家であっても論文ベースでの会話ができるようになってくると、ドクターの人たちとかとも会話しやすくなるんだよね。ドクターの人たち基本論文ベースで物事を考えてたりするので、そういった視点も一つの選択肢として入れつつ、施術家として育ってほしいっていう思いがあってこれをやってる。ぜひ見てくださってる受精師さん、鍼灸さんにも見てほしいですね。いやー、もうもちろんもちろん。これはもうギバーズ論文で調べれば出てくるのと、あとは登録だけしていただければ見れるようになると思うので、ぜひ見てみてください。概要欄にもね、ちょっとリンク貼っておければなと思うので、そちらでもお願いします。あと、すいません、先生、年末年始、子供の頃楽しみにしてたことがなかったですか？お年玉ですよねこれ結構、説明会とか行った時に、これ何ですかって質問が来るんですよ。うちではお年玉を毎年ですね、お子さんにプレゼントしてるっていうところになってまして、やっぱりこうお父さんお母さんが普段頑張って一生懸命働いている中、スタッフの家族にもやっぱりこう感謝を気持ちを込めてるところも含めて、お子さんにお年玉をプレゼントしてるんですね。嬉しいね。ちっちゃい頃は本当にもう常になんかこういくらかなとか、どれくらいもらえるかなって考えてたりもするんですけど、会社からお年玉出すよ。もうすごいですよね。お父さんも母さんからの会社からお年玉もらったことなんて一回もないですよで最近ってなんだかんだ言って、この世の中的にこの親戚とのつながりとかもやっぱり相対的に見たら減ってきてるなと思ってて。そうですね、コロナもありましたしね。コロナもあったりとか、どちらかというとね、親戚っていうよりも身内の仲間と接する時間が長いような時代になってるかなと。そう考えた時に、親戚とのつながりがあんまりないっていうご家庭とかだと、お年玉がもらえないみたいなお子さんも出てきちゃうわけじゃん。確かにみんなで集まったりする機会本当ないですね。そう減ってきてるご家庭が増えてきてるから、うん、そう考えるときにやっぱり会社で、会社もみんな、ね、その家族みたいなものだと、お年玉とかをどんどんプレゼントしていく、こういうのはやっていきたいなと。あとは結婚記念の手当が、いや見せびらかさないです新婚でも何でもないんですよ。そうですね、結婚をされたスタッフにお手当が出る形になります。まだもらってないですけど、これからもらえるってことで、本当もらえるように頑張ります。新婚したらおめでとうということでね、お金ね、ちょっと支給させていただいてるってことだね。そうですね、僕が結婚したら結婚式に来てください。もちろん、なんか喋んなきゃいけない。喋ってください。いやいやいや、もうじゃあちょっと結婚頑張って。頑張ります。はい、あとはギバーズでは積み立ての支援を行っていると。毎月ですね、今結構この世の中的に一般の企業でも多く取り入れられていると思うんですけれども、そちらをギバーズではまた取り入れてやっていると。いつからでしたかね、結構もう2、3年前ぐらいかな。学生拠出年金でイデコっていうサービスがあるんだけど、月額1000円ぐらいから始められて、もう会社から一定の金額を必ず負担してあげて、ここで積み立てができると。そうですね、もう多く余っていけるだけ給料から入れたりしてください。5万円まで自分の給料からその確定拠出年金に入れられて、投資先みたいなところ選んでどんたまってくるわけですね。60歳ぐらいだったら引き下ろせるようになるみたいな、年金制度みたいなやつですね。退職金年金制度みたいなやつを設けてるっていうことですね。こういうのも本当に一般的な企業からすると、もしかしたら当たり前のことかもしれないんですけど、やっぱりこの業界で、なおかつやっぱ会社からこういう支援をいただけるのは、やっぱり自分の人生通してでも本当にありがたいことだなと思って、こういったところもスタッフの還元という形で働きやすさっていうところを出してるんじゃないかなと思っています。まだまだね、福利厚生いろいろあるけれども、もっともっと知りたいっていう場合はですね、直接 DM であったりとか、コメント欄とかに、ね、書いてもらえれば言えるかなと思うので、また説明会とかでお会いした時に聞いていただければ、ご説明もできると思います。お願いします。よろしくです。ということでですね、この動画見ていいなと思ったらですね、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。またね、公式 LINE 登録していただくといろんな特典ついてくるので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。ということでですね、今回はギバーズの福利厚生、こちらについて語らせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。